いや、だいぶ前ね。もう一週間以上前だよ。今気づいたの <laughs> おっそ。ああ。あま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 あね。あいつからいついつだっけなええー、と、あれは、なんだ。うーん、昨日か。どっ どちらともなくなんとなくいやえ、なんか匂いするあ、柔軟剤じゃない違うあ、この匂いの香水持ってんだ。あ、つけたつけたあ、つけた香水あ、つけたつけたわそうだ いや、なんか人からもらったやつがあって、なんか試しに今日つけてみたんだ。そうだそうだ、つけたつけたわ。もう多分つけないけどね。でもさ、香水ってほら、服に匂いつくでしょ。だからま今後ももしかしたらちょっと匂いはしちゃうかもしれないけど、まあそれだけはさ、言っとは。え、<laughs> 悪いなんで <laughs> イエスかノーかっつうか、いや、 でなんで急にそういう話になるのかっていう、その疑問の方が勝っちゃってて、今。え、それは何な、誰かが何か言ってたいやいや、心当たりないから聞いてんの。え、あれそのマ、マサルマサルマサルが、なんか、 違う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 。違う違う違う何もないけど、じゃあ、マサルってほら、急に変なこと言うじゃん。あることないこと、あいつ。マサルくっそ、マサルくそそれはだってうん、俺が言える立場じゃないというかね。まあ、俺にはそういうことを言う権利はないわけだからね。気持ち 気持ちは、いや、気も、気持ち、気持ちだけで言ったらそれはそうなんだけどね。切れてない、切れてないよ。ちゃい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 はい、そう、そうだよね。こういうとこだよね。はい、こういうとこで分わかってます。わかってます。わかってます大きい声出してないじゃん、別に。だから、うん。うん、俺はそういうことを言える立場では、 はい、はい、はい、そう、はい、気持ちは、はい、そうです。いや、してるけど、うーん。じゃあ何をもって反省って呼ぶかっていう問題もあるじゃん。<laughs> だから、反省してますって言ったところで、今の俺には信用はないわけじゃん。<laughs> 当たり前だよね。ないよね。そうだよね。ん いくら口で言ってもしょうがないから今後の行動で示していきましょうっていう風に持ってったわ言葉が欲しい言葉が欲しいじゃあ反省してます反省してますいやこれは大きい声の方がいいじゃんそうだよねイエスかノーで答えられない時もあるように家のだに